気合入れっぞー。どうも、ヴァンパイアトークのお時間です。このチャンネルは XJAPAN やルナシー、ラルクアンシエルなどの日本のレジェンド的なロックバンドについてあれやこれや言う YouTube ラジオです。YouTube ラジオということで音声が中心ではありますが、映像の方でもですね、どういったことを話しているのかお見せしながら動画を撮っていきますので、楽しんでいただければと思います。本日は、ラルク・アンシエルのフォーエバーにユキヒロさんが参加していない問題の答えが出たんじゃないかということで、そちらについてお話ししていきたいなと思います。もうタイトルにもある通りですね、ご存知の方はご存知だと思いますが、ユキヒロさんがですね、新しいバンドを組みました。プチ、ちょっと待ってくださいね、プチこれ難しいんですよ。プチ・ブラ・バンソンというバンドを組みました。メンバーはですね、ディル・アン・グレイのキョウさん、ラルク・アンシエルのユキヒロさん、ムックのミヤさん、東京シューゲイザーのアンツさん、元アシッド・アンドロイドということでユキヒロさんのバンドですね。そして、ザ・ノーベンバーズの高松さんによる新バンドです。あ、ここに読み方書いてましたね。プチ・ブラ・バンソンの結成が、12月6日本日ですね、発表されました。で、アーティスト写真も公開されてますが、非常にこうダークな雰囲気で、ディル・アン・グレイのキョウさんだったり、ユキヒロさんだったりのルーツに関わってくるような、ダークでヘビーな雰囲気のアーティスト写真になってます。ちなみにこのプチ・ブラ・バンソンはですね、私、ちょっと不勉強ながらどういう意味かわからなかったんで調べてみたんですけど、犬の名前らしいですね。ディル・アン・グレイのキョウさんが犬を飼ってるんですけども、バンド名考える中で何かこう犬の名前がいいなということで、プチ・ブラ・バンソンに命名したらしいです。これ見るとすごい可愛い写真がたくさん出てくるんですけども、今後私たち日本のロック好きにはですね、プチブラバンソンって聞くともうこのおっかない、5人組を思い出してしまうので、これはなんか複雑な気分ですけどね。あんな可愛い犬のことをみんな想像してますけど、プチブラバンソンって言ったらこの人たちでしょって私たち思ってしまうっていうね、それはどうなんだっていうのはありますけども、これでやっていくしかないですね、私たちはね。で、ホームページのリンクとかもありますんで、気になる方は見ていただけるといいんですけども、今後の、予定とかね、あります。12月24日にデビュー配信シングルですね。これが発売、配信されるよとかですね。2022年、来年の、プレミアムライブとかですね。いろいろあるみたいですね。これは今年なのか。はい。私もちょっと不勉強でまだ分かってないですけども、ただ、そうですね。来年、ですね、プレミアムライブ乾きっていうのが来年、2022年の1月14日に行われるとかですね、2022年は、ユキヒロさんは結構こっちの、プチブラバンソンの方でガンガンやっていくみたいな感じらしいです。まだ、正式なことはちょっと分かってないですけどね。で、結成に至る流れとか、あとはその各メンバーについてとかですね、キョウさんのインタビューがオフィシャルのホームページから飛べるんですけれども、これが非常に分かりやすいと思いますので、まだ見られてない方はですね、一度見てみるといいと思います。キョウさんが、新しいバンド組みたいということで 4,5 年前からユキヒロさんに声をかけてたとかね、そういった話がインタビューの中で語られています。で、今回私がお話ししたいのは、本題に戻りますけども、ラルク・アンシエルの最新シングル、フォーエバーに、ユキヒロさんが参加していないっていう問題が、ずっと私たち、ドエルの中ではくすぶっていたわけなんですが、もしかすると、このプロジェクト、この新バンドの準備だったり、レコーディングだったりっていうのが原因なんじゃないかなというのが、今回の動画の趣旨です。これは前回のユキヒロさんのフォーエバーの不在問題の動画にコメントをしてくださった、外国人の、視聴者さんのコメントの中でそういう指摘があってですね、なるほどと思いまして、今回動画にしてみました。
まあ、とはいえですよ。まあ、仮にそうだとしても、まあ、ラルク・アンシエルがやっぱり幸宏さんのホームグラウンドなわけで、しかもそのフォーエバーはですね、アルバムの中の一曲とかじゃなくって、タイアップがついてるような大事なシングル曲なわけなんですよ。で、そっちに参加しないで、新しいバンドの方を優先するっていうのは、まあ、ちょっと考えづらいのかなっていう気持ちもあります。このあたりはさすがに、まあ、私たちではもうわからない部分ではありますけれども、ただこのプチブラバンソンの方の準備で参加できなかったっていうんだったら、まあ、それはそれで納得といえば納得ではあるなと思いました。皆さんはどう思いますか？コメント欄で皆さんの考えをお聞かせいただけると嬉しいです。そしてプチブラバンソンですね。私はちょっと不勉強なもので、ラルク・アンシエルの幸宏さんぐらいしか、まあ、あんまり分かってないところではあるんですけども、結構ねバンド名はもちろん知ってる、すごい人気のあるバンドばっかりですから、まあオールスターというかね、結構好きな人にとってはたまらないようなバンドなんじゃないかなと思うんですよね。ドリームチームと言いますか。で、YouTube にですね、ほんと短いですけれども、シングルのサウンドも聞けます。確かに、ヘビーロックのサウンドではありまして、私たちが大好きな感じのバンドの音なんじゃないかなと思います。こっちの活躍、こちらの活動にも、今後注目していきたいなと思います。ということで、今回はですね、幸宏さんのフォーエバー不参加の理由の一つとして、このプチブラバンソンの結成やその準備というのがあったんじゃないかという推察の動画でした。皆さんの意見などお聞かせいただけると嬉しいです。本日もご清聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。